はい、まあごちゃごちゃ言ったんですけども、あの結局あれでしょ、せっかく生まれたんだったら産みっぱなしにして、それをたくさんというよりもやっぱね、お金があれば順調に育てるチャンス、それがあると思うんですよ。だから最大限1000万払うことによって、最大限子供たちには教育投資して、将来納税で返してもらえるようなね、社会にすごく貢献できるような人を育てるチャンスを広げましょうって言ったことだと思うんですよ。だからこれがね、あの優秀な子供だけ産みましょうみたいなことに単純に考えちゃうのはちょっと違うかなと。それこそあの一部のね、賢い人ってのは、いやバカな人ってそういう風に言うんだよとかね、言っちゃいますんで、うん、そうならないようにね。確かに生まれた人に1000万円もらえれば、今までね、経済的理由で産むのがやっとっていう方でも、結構余裕を持って仕事を休んだりとか教育に専念できると思うし、場合によってはね、あの1年とか2年ぐらいはあのお母さんにしてもお父さんにしても仕事を休んでね、その1000万で、あの親子の時間とか家族の時間落ち着いて持てると思うんですよ。やっぱりね、共働きであの子供産んだんだけど子供がめんどくさいみたいな、そんな環境でやっぱりうまくは育たないと思いますから、その辺にあの考えてですね、生まれたら1000万あげましょうっていうところが言いたかったんじゃないかなと思いますけどね。